え、ちょっと待って。やってますわ。ちょっとこれ連絡だな。ちょっとこっち行こう。おはようございます。マチです。ご視聴ありがとうございます。ということで今日は、でん、アマゾン、開封です。今日は開封動画です。やっと来たよー。ちょっとまあ、いや、開けながらいろいろ話しましょう。ということで、お願いします。ではでは、早速、開封の儀をしていきましょうね。ですね、ちょっとこれ、このぐらいのテーブルが欲しいね。立って撮影できるレベルの。まあいいですけど。はい！ででん！ 3 つだね。3つ届いてます、今回。今回これ、届いてるのは何かっていうと、こいつ、XE4 買ったじゃないですか。でまあカメラを買ったらね、すぐ、いろいろつけたく、なっちゃうんで。自分の性格的に。なので今回はこの XE4 をもう最強仕様にしてやろうっていう、そういう思惑があって買ったものを紹介します。まずじゃあ、順々に開けていきましょう。1個目。はい。こちら。ベミコ。ベミコって名前を聞いて、すぐパッと思い浮かんだ方。おめでとうございます。ベミコ。こちら。全。バッテリーですね。ベミコバッテリーメーカーさんです。自分いくつか他にもね、ベミコのバッテリー持ってて、この、ソニーのこのクソデカバッテリー。こいつもね、ベミコの製品なんですけど、ベミコの製品すごい質が良くて、これモニターとか照明とかに使ってるんですけど、このバッテリー、これも、ランプがついてて、今充電、このバッテリーがいくつ充電されてるか分かったり、USB のね、ポートがついてたり、なんかちょっと変わった、普通の互換バッテリーいろいろあるんですけど、なんかさらに1個クオリティが上がったバッテリー開発されてる、メーカーさんで気に入ってて買いました。今回この XE4 の互換バッテリー。一応ね、純正品は1個ついてるんですけど、これ、容量とかどうなんだろう。純正バッテリーが 1260mAh に比べて、ベミコの方が 1400mAh。だからちょっと容量がでかいのか。いいね、いいね。今回このベミコのバッテリーは2つセットなんで、あとバッテリー充電器。こいつもね、ついてるんで、これで計3つバッテリーになったから、まあ、いいんじゃない？とりあえず3つあれば。ちょっと待って。今これ2個セットなんだけど、あれ？なんか種類違くね？ちょっと待って。やってますね。やってますわ。ちょっとこれ連絡だな。あ、そう。完全に1個。違うバッテリーを入れてるね、これね。マジ今調べたら多分ニコンのバッテリーだわ、これ。1個ニコンのバッテリーが入ってた。マジ？ちょ、頼みますよ。ベミコさん。ベミコさん、まあ。まあね、人間誰でも間違いはあるからね。しょうがない。ちょっと連絡してみよう。これ交換とかしてくれんのかな？こちら後日連絡してみたんですけど、返金するからもう1個注文してねみたいな感じでした。まあ1個、タダでもらったってことになるんでいいでしょう。ありがとうございます。まあ、ちょっとテンションは下がりましたが気を取り直して2個目いきましょう。2個目、こちらです。でん、これは知ってる人多いんじゃないですか。これ、逆だわ、こうですね。K&F さん、K&F コンセプト、レンズアダプターです。レンズアダプター。おー、これはいいですね。レンズアダプター。これ何かっていうと、今回はニコンのレンズを富士のボディに付けられるアダプターです。これちなみに K&F のレンズアダプターは自分3つ目です。めちゃくちゃリピートさせてもらってますね。いや、もう間違いない品質なんで、この K&S さんはもう最高。今回ね、この XE4 を買ったはいいんですけど、レンズキットとかレンズとか他に
用意してないんですよ。基本的に写真機としてメインではね使う予定なんで、せっかくオールドレンズいろいろ持ってるんで試してみたいなと思ってこれを使って、なので今回とりあえずこのニコンレンズが使えるようになるレンズアダプター買いました。ちょっと最後にレンズつけて最強の姿にして終わりましょうこの動画は。そして、最後ですね、こちら。いやもうこれも楽しみ中の楽しみ。はい、スモールリグ。まあこれも有名ですね、知ってる方は知ってると思います。おーいいね、これ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 、はいはいはい、でん、おーいいね、これが一番の今回の目玉、カメラの強化パーツって言ってもいいんじゃないかな。で、なんでこれを買ったかっていうと、この XE4 って正直弱点があるんですよ。弱点、ちょっとそれ話そうかな。弱点というか欠陥とでも欠陥なんじゃないかと思うレベルの弱点なんですけど、三脚穴あるでしょ、ここに三脚穴、このね位置がねめちゃくちゃ悪い。自分の場合ね、アルカスイスプレート、こういうプレートをカメラの底につけると、こういう対応した三脚ならどの三脚でもつきますよっていうので統一してるの、全部のカメラを。なんでこのプレートをこいつの下につけるでしょ。そうするとね、このバッテリーのね出し入れ、あと SD カードの出し入れの部分をね完全に塞ぐんですよ。どうつけても完全に塞ぐの。だからもうそのバッテリーとかメモリーカードとかを変えるたびにこいつを外さなきゃいけないっていうね地獄みたいなことになってるんで、このそれをまずこのリグで全て解決しようっていう作戦です。でもね、まだこのリグにはねいいとこがめちゃくちゃあって、ちょっとつけてから説明しようか。ちょっとつけます、つけますよ。ちなみにこのリグ見て、ここに磁石でペチャってくっついてる、こいつがついてるから、もうネジ締めもコインとかお財布から出す必要ないです。はい、締めましたらこいつはここに元の位置に刺しておくだけ。これはもう磁石でくっついてますからなくさない。おーいいね、見てかっこいい。もうなんだかんだ言ってもごついカメラ好きなんですよ自分ね。だからまあまあスタイルはちょっと変わりますが、あとね動画機としても使いたいんで、このリグつけるとこの動画機としての強みがめちゃくちゃ増えるんですよね。まずグリップね、グリップがここに追加されることによってもうホールド感最高になりました、最高。で反対側こっち、これ何かっていうとこれ伸び縮みするんですよ、伸び縮み、まあ、さっきと同じでこれネジで締めて幅調節できるんですけど、まあグリップにもなるし、あとこういう配線こっから通せたり出せたりするっていうめちゃくちゃ便利機能。あとマイクのシューが、このカメラね、このなんだチルトモニター、チルトモニターなんですよこれ。でマイクのシューここにあるので、これ Vlog の時とかにここにマイクつけると完全にモニターが死ぬんですよね。それを解決するためにこのリグ、ここにシューがついてるから、ここにマイクがつけられるっていうね、もう最高と、さっき言ったようにこの三脚穴がそもそもここのセンターに来るんで、プレートがつけられるんですけど、マジでこのリグのすごいところ、これもうそ、これこれこれ、もうそこれ見て、そもそもこのリグの底面がアルカスイスプレートにこれなってるっていう。これやばくない？天才の発想だよね。だからもうプレートいらないんですよそもそも。やば。え、これ自分の今この撮ってる α6400 ソニーのカメラもリグ組んでるんですけど、この機能ないんですよねソニーの方には。え、ソニーの方にもこの機能つけてくれたらもう速攻で買えるんですけど、お願いします。ってことで、3つ、バッテリー、レンズアダプター、リグ、これを今回
購入しました。で、じゃあこいつらをつけて最強 XE4 にしましょうよ。とりあえずじゃあアダプターつけるよ。オールドレンズ、ニコンのレンズ持ってきますね。はい、とりあえず2つ持ってきた。50mmF1.4 のもう超このデザイン最高紙レンズと、この 55mmF2.8 のマイクロニッコール紙マクロですね。ちょっとじゃあ片方1個ずつつけてみようか。どっちがデザイン的にいいんだろう。まずじゃあこの銀縁のねレンズからいこうかね。つけます。おー、カメラになったいいねー、かっこいい。やっぱレンズがつくと違うな。あ、しかも意外とこの銀縁の感じ悪くないね。これもありだな。ちょっともう一個、じゃあ次マイクロニッコール紙マクロいきます。この紙マクロは黒いレンズなんで、これはまあ間違いなく合うでしょう。いきます。おー、いいねー。あ、この焦点距離の数字がオレンジなんで、このマウントアダプターの根元のオレンジと結構合ってる。あ、これはかっこいい。ちょっと長いけどね、このボディに対してちょっと長くはなるけど、ちょっと近々あの撮影旅に行く機会があるんで、マイクロニッコールで行こうかな。今回この XE4 でね、いろいろカスタムしてますけど、このリグとかに関しては本当に、おすすめです。どのカメラでも。結構こう、まあ、見た目とか重量とかは増えちゃったりはするんですけど、本当にあの拡張性がめちゃくちゃ上がるんで、このカメラ自体の性能を引き出すためにも、リグは組んで、損はない気がします。あと、自分、めちゃくちゃ手が緩いんですよ。結構カメラとか落としたりするんですけど、このリグがあると、まあまあ、ある程度のダメージは守ってくれるんで、このリグないところから行ったら終わりだけどね、さすがにレンズとか行ったら終わりだけど、まあある程度防御力が高くなるんで、それに関してもめっちゃおすすめです。かなりカメラ自体の見た目も変わるから、好みにもよるけど、なんかたまにつけたり外したりして気分転換にもいいんじゃないかな。あとね、今回リグにしたんだけどね、ちょっと画像こんな感じで、レザーケースもあって、これがね迷ったんだよね。レザーケースめちゃくちゃかっこよくないですか。だからまあレザーケースにしてもいいかなと思ったけど、一旦まあ動画でも使うことも考え、あとまあ自分がよく落とすっていうのも考え、あとまあ決め手になったのはこの三脚問題かな。だから今回はリグにしたけど、ちょっとこのレザーケースもおいおい試してみたいな。めっちゃおしゃれなカメラになると思う、これはこれで。てことで、まあ、バッテリー問題はちょっとね、これ違う2つ全然違うじゃん。この問題はまだちょっと解決してないですが、ひとまず最強カスタムになりました。もう満足ですよ、これで。これでいい写真、いい動画撮っていこうと思います。いやー楽しみなんで、本当に近々撮影旅これいつもって行ってくるんで、その動画ももちろんあげるので、ぜひぜひチェックしてもらえると嬉しいです。チャンネル登録よろしくお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。お疲れ様でした。開封でした。バイバーイ。はい、ちょっとこっち行こう。っていう動画をですね、2日前ぐらいの夜に撮ったんですよ。撮ったその翌朝にしっかり消すっていうことをしてしまいまして、テイク2です。だからテイク2なんで、半分芝居なんですけど、
まあこれを言ったことによってそれも芝居っていうこともまたリアル、もう全てお伝えしたって、まあだからもう難しいですよね、これ芝居なんだかリアルなんだか、ちょっとすごい難しいところですが、そんな感じであの開封動画を消してしまったんで、テイク2を撮りましたっていう動画でした。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ではもうよくやるんだよね本当に、もう絶対撮り終わったらすぐ PC にデータ移動するっていうことにしよう、もう絶対絶対大事それ本当に。てか普通にこのアングルいいね、次このアングルで動画撮ろうかな。まあでも XE4 マジで楽しみ、もうこれで今レンズがついたからずっと写真も何も撮れなかったんですよ、だからもう最強ですよ今、今もう最強、動画はソニー、写真は富士、最強。また、今年もマチポッチチャンネル、パワーアップしていくと思います、頑張ります。とりあえず今年中に1万人行きたいなっていう意気込みで頑張ります、よろしくお願いします。ではまた次です、ありがとうございました。なるべく頻繁にこう、投稿します。お疲れ様でした。バイバーイ。